皆さんこんにちは。今回は前回に続いてですね、孔子、いよいよ思想家が登場するわけですけれども、孔子について、その思想を見ていきたいと思います。孔子というと皆さんですね、まあ論語の作者ではないんですが、論語の主人公ということで、知っている人もいるでしょうし、ちょっと詳しい人は中国思想の最も偉大なる人物、まあ、あるいはもっとネガティブなイメージで、古代中国のですね、封建的な前近代的な思想の大物であるというようなイメージを持っている人もいるかもしれません。いずれにせよですね、孔子という人は中国思想最初に登場する人物であり、またそれがですね、20世紀、21世紀に至るまで、最も偉大な思想家の一人として君臨し続けていると、まあこういうことになるわけですから、中国思想を語る上で孔子という人物は決して手放すことができません。ではこの春秋時代に生まれた孔子はなぜそうした大物となったのか、こういうことを見ていきたいと思います。孔子はこの春秋時代というですね、功利主義が非常に強い時代に生まれました。戦乱が起こっています。人々は争っているわけですね。その中、孔子は私生児として生まれ、幼くして母、父ともに失い、一人で独学をしながら学問を進めていきました。孔子はどうしてそういうことをしたのかというと、彼自身に名門の出身であったはずというですね、祖先はしっかりと名門の家として国のために尽くしていた、その先祖のようになりたいという気持ちがある人だった。だから学問を一生懸命頑張ったんですけれども、孔子はこの世の中を救う上で何が必要だと考えたのか、それがそこに書いてある孔子の問題意識です。孔子はそもそもなぜ周のこの封建制や礼というのが崩れたのかと考えました。そうすると、そもそもですね、礼というのはあればいいというものではなくて、この礼秩序の崩壊は礼を行う人間が、そこの波線部ですね、なぜ何のためにそれを行うか理解しておらず、無意味な改革や意固地な保守を行ってしまうことによるのだとこう考えました。前回お話した通り、礼というのはあくまでも考え方や あるいは言葉、習慣の違う人々がですね、お互いの違いを認めた上で、それぞれにですね、折り合いをつけて社会を共に作っていく。そのためにはっきりと目に見えるですね、身体言語としての決まり事、すなわち礼というのを定めて社会を作っていたわけですけれども、そうするとですね、さっき前回お話した通り、お中元お歳暮というのはあくまでも相手に対して好意がありますよ、ご挨拶をしますよ、ただこれ以上やる必要もないし、かといってやらないのもどうかっていうことですから、やっておきましょうね。この場合、お歳暮中元というのはなぜ、人に対してあなたに感謝の気持ちを表したい、あなたに好意がありますよ、何のために、それをあなたにお伝えして、これからもよりお付き合いをしてくださいねというために行う。これが理解されておらず、ただ送らなきゃいけない、めんどくさいなと、あるいはなんでこの時期に送るのなんていうようなことがあるけれども、とりあえず決まりだからやっておけばいいでしょと、こういうふうに考えてですね、やるような人が増えた。それが あったためにですね、もっと大きいこと、例えば政治上ですですね、まあ社会的なこといろいろ言われてますけれども、例えば夫婦別姓、なぜ夫婦は同じ苗字でなくちゃいけないの、あるいは家制度、なぜ家族、家庭というものはそうした括りの中で、法律上の括りの中でいなきゃいけないの、なぜ子供と親との会話、あるいは上下関係というのはそんな形じゃなきゃいけないのというようなことがですね、誰も説明ができなくなる。さらに進んで政治上の問題にこれが進んでいくと、教育にしてもですね、子どもと先生の関係性、あるいは夫婦、先ほど言った夫婦別姓みたいな問題というのが起きてきて、改革する場合もその意味が分かってないと、こんなものは意味がないじゃないか、じゃあやめてしまえばいい、あるいはそれを守る側もですね、とんでもないと、先祖伝来の
夫婦同姓ということが守られなければ世の中おかしくなる、なぜ答えられないんですね。つまり守ろうとする側も改めようとする側もそもそもなぜ何のためにそれを行うのか理解ができず、ただ礼というものを敵視したり、あるいは守ろうとしてしまった、このことによって王様がじゃあいいじゃんと言ったり、あるいはとにかく何が何でも守れと言って、もはや時代に適していない礼というものを無理筋に押し付けようとしてしまった、このことが礼秩序というものの崩壊を起こし、功利主義を生んでしまったのではないか。だとすれば、孔子はただ単に周の時代の礼を復活すればいいという問題ではなくて、すべてですね、かつて決められていた礼というのを洗い出して、なぜ、そうした出来事の場合にはこうした行動をしなきゃいけないのかという出来事のあらゆる意味、そして歴史的にですね、より合理的に、より人々の調和が取れるように改良されてきた、そうしたですね、発展、蓄積ということをしっかり理解して、新しい時代に新しい礼というのを再生できる人間、これを生み出して、礼のが完璧にですね、行われれば、功利主義に打ち勝つことができる。つまり、孔子からすれば、力をある人間がない人間を押さえつける。お金を持っている人間がない人間を、支配する。これは、この功利主義は孔子にとっては全く認められないものである。ただ昔に帰れと、昔はいい時代だったと言ってるだけではとても勝つことはできない。まあ、孔子は苦労人ですから、そうしたことは理想主義的に言うわけがありません。だったら再度意味を問い直して礼を再構築することによって、功利主義に勝てるぐらい効率的で合理的な、そうした新しい礼を再生する、これが本当の意味での調和、あるいは理想というものを達成することであり、また同時に周という国をですね、立て直すことができるのだと、こういう信念を持ちました。ですので、それを再度図式化してですね、整理すると下のようになります。孔子は礼を再構築しようとします。でその場合、人生上の儀礼であるとか、あるいは国家の制度ですね、あるいは道徳、つまり今だったら、なぜ小学校から大学に行くまで、小学校は6年、中学校は3年、高校も3年、大学は4年だと。で、この間にやるカリキュラムはこうでなくてはいけないと。こういう制度ありますね。税金の制度もそうです。なぜこの税金は取るのか、何のために取るのかといったような制度。あるいは道徳、個人的な道徳、今価値観の多様化ということで、かつてのですね、道徳というものは、まあその辺はいいだろうっていうんで、随分バラバラになっちゃってますね。こういったことを問い直して、いこうと。だったらそのためには、まず古のこうした儀礼、制度、道徳、その他の教養、これをまずインプットしなくては基盤がありませんから、いいも悪いも分かりません。これを徹底的に学習します。でその上で、それがですね、今の時代に通用するのか、あるいはもう少し改良した方がいいのかということを、古の儀礼制度道徳その他の教養をインプットした上で、実際に自分の生活上の仕事、交際、家庭で実践をします。でそうすると自分自身にも実践力、あるいは知識というものが身についていきますし、それと同時に生活における実験によってですね、新しい例というものはこうあった方がいいのではないかという考え方になっています。これを生み出していこう。で、これができる人が上に立つべきであるというふうになると、その上に立つべき、こうした教養を備え実践もでき、そして新しい例を考え出すことができる、そうした上に立つべき人間のことを孔子は君子と呼びました。君子という言葉は、もともと前回お話した慶太夫子に該当する貴族層のことを君子と言っていたんですね。つまり単純に上に立てる人間、上に立つ人間のことを君子とだけ言ってました。で、これも前回お話したように、そうした君子、古においては血縁です。つまり世襲によって生まれつき貴族だから貴族だった。つまり生まれつき君子だから君子だというのが当時の君子の使い方でしたが、孔子はそうじゃなくて、きちんと知識と実践と、そして新しい例を生み出せる能力のある人が君子だよという言い方をした。これはすごいことなんですね。
つまり、普通考えると孔子は周の封建制や礼というものを復活しようとしているわけですから、極めて保守的な人、昔は良かったというような人かと思いきや、君子というものの内容を知識と実践と新しい礼を作れる、そういう人にしたということは、実は功利主義を否定する一方で、孔子もまたそうした能力と道徳性というものを備えている、まあそういうより大きな意味での、能力を持っている人物、これこそが上に立つべきであって、この場合世襲制というものを必ずしも守る必要がない。民謡によってはかなりですね、革命的な思想を説いているということになります。したがって、生まれつきから個人の人格、能力、まあ功利主義と間違ってはいけないのは、功利主義はあくまでお金、あるいは成果というものでしたが、孔子の場合は人格、人物ですね、まあ、人と人を結びつけるための徳というもの、それと能力というふうになってますので、ここは違うんですが、そうした人物というものが上に立つべきであると、こういうふうに言いました。したがって孔子は大きなですね、政策プランであるとか経済理論といったようなもので世の中を変えようと、今のようにですね、私が上に立てば経済政策をこういうことをしたします、法律をこう変えますというようなことは孔子はナンセンスだと考えます。そうじゃなくって、それをやる中身の人間、人物というものが問われておるんだ、したがってその人間を作るというふうに孔子は考え、積極的な教育活動というものを行います。そのために孔子は礼をですね、学ぶために詩、これは古代の詩ですが、詩の編纂、そして書、これは古の偉大な王たちの原稿録、そして春秋、まさにこの時代のですね、歴史というものの整理、執筆というものを行ったとされます。で、ここでですね、再度振り返っておきますが、孔子は生まれつき身分の高い人を指す君子の意味を、礼の知識と精神を身につけ、上に立つにふさわしい人という意味に変えました。で、その人物を作るために大事なことは、三つ目の米印、学習による陸芸、礼、学、学は音楽、射は射撃、御は馬車、まあ今で言うと運転ですね。そして書は書道、数は数学の習得。これはいずれも陸芸というのは古代から君子にふさわしい教養とされてましたが、まあ今から見るとよくわかりにくいかもしれませんけれども、当時としてはありとあらゆるですね、事務スキルであるとか、あるいは軍事能力であるとか、軍事指揮官としての才能であるとか、上に立って全てオールマイティーにできる人間の習得、必修スキルだったわけですけれども、これを徹底的にやらせる。そしてそれを日常生活で実践していく中で、君子にふさわしい人間性の向上を行わなくてはいけない。ここで君子を作っていくのだ。では、君子という人が最終的にできることは何かというと、仁になります。仁というと仁徳なんて言って、なんかふわふわした考え方に捉え方をされてますけれども、これとっても大事なことでしてね、仁というのは何かというと、これは物を育てる徳です。愛情などという言い方もありますし、まあそれよりもさらに上の言い方をすることもありますけれども、要するに子供が親を育てるときに、あれせえこれせえっていうんじゃなくて、その子供そのものが成長し学習する、そういった力を信じてですね、それを誘導したり守ってやるということを通じて、いろんなものを育てていく。上に立つ人間は国民全員にあれこれせえといちいち言うのではなくて、国民それぞれが持ち前役割を通じてその人らしくなっていくことで、社会というものを成立させて調和させようと、ここまでの仕事ができる、これが仁。そしてその仕事ができるということは、そういった心を、器を持ってるわけですね、心を持っているわけだ。だから仁というのは物を育てる徳、仕事としても人々に居場所や仕事というもの、その人たちの持ち前というものを与えて、みんなを生かす。そしてそうした人の心持ちは人を育てようという気持ちにあふれている。
これが陣ということになっています。この陣を備えた君子というのが現れて、世を変えていって、礼秩序を再興し、人々に役割を与え、みんなが再度ですね、調和し、お互いを認め合うことのできる、そうした国を作りたい。そのためにどうすべきか、弟子たちとですね、あれこれお話したり、日常会話をした記録、これが大変貴重である。なぜかというと、イデオロギーとかなんとか理論というのとは違って、あくまでこれができるのは日常生活における実践だった。だから、個人個人の弟子たちとの対話、これを通じて、また我々はそれを読みながらですね、こうした人間になれないかなと考えましょうね、ということで、論語という書物、今日に至るまでよく読まれているというわけです。まあ、細かいことまでは一気にお話しできませんけれども、まずこの孔子という人がこういった議論を立てて、これが中国思想における大きなですね、定流を成したということを理解しておいてもらえればというふうに思います。では、今回はここまで。またお会いできることを楽しみにしております。